はい、どうも、獣医師の大吹です。今回のお題はこちら、おい、ドンと。ムカデ噛まれるの気をつけてねっていうお話ですね。今回はこれについていきたいと思います。まず最初にですね、でもね、ちょっと最近動画の更新がなかなかできずにね、ちょっと申し訳ないなというふうに思っていたりもします。なんかもう言い訳ですけどね、ちょっと忙しくて時間取れなかったなんていう、もう本当大人のへりくつですけどね、まあ、ちょっとなかなかあの頻度が落ちてしまってるんで、もうちょっとエンジンかけていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、でムカデなんですけど、まあ、あの今月の5月の最初のね、FM 熊谷のラジオを聞いていただいた方はわかるかと思うんですけど、その時ねムカデのお話もあの一緒にね、あのラジオをやってるパーソナリティのね吉田さんからあったんですけど、ムカデ、あ、そっか、ムカデも怖いよねって僕思ってたらですね、なんか今月ちらほらと夜間救急の患者さんでもムカデに噛まれちゃったっていうようなワンちゃんが何件かいらっしゃったんですよね。あ、ムカデやっぱいるんだなと思って、この前インターネットで調べたんですよ、私ね。あんまりムカデのことよく知らなかったんで調べたらですね、まあ今時期ぐらいに冬眠から冷めてきてちょっと活発になってくるようなんです。だからなのかなと思って、最近ムカデに噛まれる被害が結構ね、ワンちゃんとか多いんですよ。多分ね、猫も外に行っちゃう子なんて多分いるんじゃないかな、噛まれちゃう子ね。うん、なので、こう注意してほしいんですけど、なかなか注意しきれるもんじゃないと思うんですけどね。ただムカデってその落ち葉の下とかなんか湿っぽいところに普段なんか日中は潜んでいて、で夜になると活発になってくるらしいんで、まあお散歩の時とかあんまりこうなんだろう、ジメジメした場所とか落ち葉のところとか、あ、ワンちゃんが勝手に行くような感じにしない方がいいのかなというふうに思いますね。であとはそのムカデで遊んじゃう子がね、若いワンちゃんだといるんですよ。この前ね、あの救急に、受診された方でムカデでこう加えて遊んでたりしたらなんか噛まれちゃったみたいな、腕をね、うん、なんでそんなこともあるんで、なんかムカデいじってるようなことがあったらめっつってムカデをパシッとね、どっか遠いところにやってあげないと、なんかこうムカデもなんかこう積極的に噛んでくるってことはムカデはないらしいんですけど、まあ、いよいよやっぱ自分の身を守んないかなっていう時にはガシッと噛んでくるんでね、まあ、そこはちょっと注意してもらえればいいかなっていうふうに思います。で調べたてらですね、こう何の因果か分かんないんですけど、あのムカデに遭遇したんですよ、偶然ね。で、ムカデ、あ、ムカデ本物というか、私あんま大きいムカデあんま見たことなかったんですけど、まあ、実際にあのね、ムカデ捕まえてちょっと観察したんで、まあ、ちょっとムカデとか気持ち悪いなっていう方はちょっとパスしてもらっていい、もらった方がいいかなと思うんですけど、一応こちらですね。で、まあ、ムカデってこんななんですけど、これ多分大ムカデなのかな。うん。で、ムカデも日本でも何種類かあるんですけど、まあこれ多分一番ポピュラーっぽいやつなんですけどね。うん。で、私、そのムカデってこう左右両端があって、こうなんかひょろって長いのが出てる方と、まあちょっとこういうやつが出てるところと、ひょろって長いのが出てる方が、頭かなと思ったら違うんですよね。ちょっと短めのこんなやつとこのやつがついてる方が頭なんで、そっち側で噛まれるとちょっと痛いよっていうのを気をつけてくださいね。まあもう全身気をつけてほしいんですけどね。で、こう、噛んだところにこう毒液をなんかなすりつけるじゃないですけど、なんかピュッとチュルッと出すみたいな感じで、直接注入するようなタイプじゃないみたいなんで、あのもし噛まれちゃったら、冷水でビャーって洗い流して、で人間だったら、まあ人間だったらというかワンちゃん猫さんでもそうなんですけど、もし噛まれちゃったってなったら、噛まれた患部が分かったら、まあそこはきれいにもう洗い流しちゃって、毒液とかも洗い流して、で、もう早めに動物病院、ワンちゃん猫さんだったら動物病院受診した方がいいかなと思います。毒の成分としては一撃必殺っていうほどの毒ではないんですけども、ムカデ、結構オーソドックスなムカデの種類に噛まれると、まあその毒が入ると結構痛いし、腫れるし、で、怖いのはね、アレルギーを起こす可能性があって、アナフィラキシーショックとかね、そういうようなものを起こす可能性ゼロじゃないんで、念には念をで一回動物病院行って、ちょっと全身状態のチェック受けてもらった方がいいかなって思います。痛み止めとか、そういったもろもろの治療がね、必要になってきてしまう場合もありますんでね。毒、やっぱムカデも本気なんでね、噛まれた場所は結構痛くなるそうですし、全身状態のね、低下、まあ、ショックとか起こす可能性あるんで、まあ、ムカデ見つけたらもうノータッチでね。で、もしワンちゃんとか猫さんがムカデでなんかちょんちょんとかいじって遊んでるようだったら、ちょっとムカデはビャって、噛まれないようにして遠ざけるような感じ。で、ムカデがいそうな、そのジメジメしたところとか、なんか落ち葉が積もっているような場所っていうのは、なるべく、今時期、ムカデが結構活発になってるみたいなんで、近寄んない方がいいかな、っていうところですね。もし噛まれちゃったらば、ちょっととりあえず洗い流して、すぐ病院に行きましょう、というような
お話です。はい、ムカデね、うん、まあすごい僕はちょっと苦手なんでね、まあ、今までこうなんだろう、動物の医療でやっててマムシとかあとハチとかね、そういった類は結構被害に遭っちゃった動物見てたんですけど、なんか最近ムカデがちょっと多いなって感じてきたんで、まあ、ちょっと今回ムカデのねお話をしました。でちょうど捕まったんでね、ムカデが、いや本当に偶然なんですよ。インターネットで調べてたらムカデがいるっつって、ムカデいたんですよね、うん、なんでまあムカデも頑張って生きてるんで、まあ、むやみやたらに殺すってわけじゃなく、なるべくお互いのテリトリーをねこう邪魔しないようにやってもらえたらいいかなというふうに思いますね、うん、はい、そんなムカデのお話でした。結構ね噛まれちゃうワンちゃん猫さんいるんで気をつけてくださいね。はい、はい、では動画後半ね、毎度おなじみの個人的なお話なんですけども、まあ本当冒頭でもお話しした通りですね、最近ちょっと動画ね週2本っていうのがなかなか約束通り更新できずにね、ちょっと悔しいですね。もう申し訳ないっていうよりはもうちょっと自分で課したノルマができてなくてちょっと悔しいんですけどね、まあ、なんとか今回、このムカデを皮切りにね、まあいろいろお話ができたらなというふうには思っておりますけどね、まあ今月のね、土日の週末、今月末29、30のね譲渡会に向けての準備もいろいろ始めてるんですけど、まあ、前回の動画で私が抱っこしてた鼻の長いシャイボーイと、あと、トイプードル、白いトイプードルの女の子6歳の子と、あと、ダックスフントの女の子の6歳の子、この子、まあうん、この3人がね、3匹、3頭、3人が今月末の譲渡会に一応参加というような形で里親さん募集っていうふうな準備を今しておりますんで、まあ、またいろいろね、進んできたら、まあ、このチャンネルでお話ししていきますけどね、まあ、そんな感じで今月末も譲渡会、ゆるりのんびり、私一人なんでね、まあ、3頭ぐらいが限界かなって思いながらちょっとやっていきますんで、もし興味ある方はですね、チェックしてもらえたらいいかなって、ツイッターの方でもね写真の方を上げていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、まあ、今日5月のね、今実は16日日曜日なんです、まあ、ちょっと猫のね、外猫、地域猫の TNR とかやりながら、まあ、日中過ごしてたわけなんですけど、楽天イーグルですね、早川投手、今年のドラ1ですけどね、新人で、8戦目でね、初完封ということでおめでとうございます。1対0、なかなかね、オリックス打線も最近ね吉田正尚選手とかかなり打ってますけどもね、なんとか最後まで抑えて100球以内でね1試合まとめたんじゃないかなって、なかなかいいピッチャードラ1で入ってきたなと思いながらね、まあ、頑張ってもらって、まあ前回の動画作った時は楽天まだ1位だったんですけどね、ちょっと負けちゃってね、オリックスに2連敗して2位に落ちちゃってね、最後なんとか勝てたんでね、なんとか今週、まあ、引き返せればいいかななんていうふうに思っている次第であります。なんていうね、もう個人的な話っていうか、もうプロ野球の趣味の話になってますけど、まあ、そんなこんなでね、いろいろやりながらワンちゃん猫さんのね、助ける仕事をしていきたいなというふうに思っております。はい、で、まあ、今回の動画でねお話ししたかった内容としては、まあ、ムカデ、最近、まあ、5月以降ね5、6、7と、ちょっと活発になってくる様子あるんで、ムカデがいそうなジメジメしたとことかね行かないようにワンちゃん猫さん連れてかんように、でいじってたらねやめようっていうふうにやってあげて、でもし噛まれてしまったらね結構痛いんですよ。なんでもうしっかりちょっと冷水で毒とか流してあげて、ですぐ動物病院に、ちょっと受診してもらって全身状況の把握をね、してもらいましょう。最悪そのアレルギー起こしてしまって危ないことになっちゃう可能性もゼロじゃない、うん、軽症だったとしても結構痛そうなんですよね。今までムカデに噛まれたっていうワンちゃん、まあ猫ワンちゃんかな、犬見てたら結構こうかばってね結構腫れてたりもするんで、しっかり治療をね受けてもらって、ムカデ結構怖いんでね、気をつけましょうというようなお話でした。で月末の譲渡会はトイプードルさん、ミニチュアダックスさんで、とんがりくんシャイボーイね、チワワっぽいミックスの、シャイボーイとその3匹が参加しますんで、ぜひ興味ある方はチェックしてくださいというような動画の内容でした。はい、毎週ね、1回2回前半後半と1回ずつですね、ワンちゃんと猫さんの主に医療に関する情報を提供するチャンネルになっておりますので、もしよければですねぜひチャンネル登録をしていただいた上で次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思うわけであります。はい、じゃあ最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあさよなら、バイバイ。